わね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何があったんですか？落ち着いて聞いてね。なんと、ついに時々が卵を産んだのよ。卵ですか？そう、時々の卵よ。とめでたいことじゃの。あの、時の海王神様、急ぎの用というのはこのことですか？そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生したのかと。なんだとは何よ、分かってないわね。この宇宙、いえ、世界全体にとってスーパーハッピーなことなのよ。はあ、そうなんですか。そうか、お前には話しとらんかったの。時々は時間を司る鳥でな、この卵に詰まっておるのは宇宙の時間そのものじゃ。この卵が孵化したとき、新しい宇宙の歴史が始まるということじゃな。へえ。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手料理を振る舞うわよ。え？ちょっと待ってください。パーティー。ティー！もう新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど、今日はあんまり食欲がなくて。そう？なら仕方ないわね。はっ。パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーもまだ帰ってきてないことだしね。そうですね、無事だといいんですが。ふん、まったく電話の一つでもかけてくりゃいいのにの。ええ。これは。ご苦労様。かなりの量のキリが回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラもいい仕事をしてくれたわ。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は数字では測れない得体の知れない力。俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ？この男もそうだ。捕まえるとき計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のあの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。あなたたちも暴れたい頃でしょ？
相当見ているカカロット。お前の相手はこの俺だ。あれはデジタルマサヤ人フロリー。ゴクルさんを目の前に見る気は凶暴な感じ。こんな役に入ってこられたら意識がめちゃくちゃになってしまいます。ゴクルさんとの戦いを邪魔しないよう、なんとしてもフロリーを食い止めてください。よく何言うだけで、とんでもない気に変化したぞ。こっちも来てるみて、勝負は終わってだ。どうやら貴様はマジックルーラーになって集中できないようだからな。来た、みんなでやれば、きっとマジンルーに勝てさ。さすがの貴様も無断をされてはしょうがない。俺が出してしまったマジンルーは俺が勝つ。貴様の決断はそれはまだ俺が生きていたら。みんな殺しちゃおう。その不細工な間抜け面が待ち受ける。フロリーを倒せましたね。これで正しい歴史の流れに戻るはずです。おい貴様、誰だか知らんが、おかげで最後に心置きなくコカロットと戦うことができたぞ。どうした、貴様の力はそんな程度じゃないだろう。パパ、トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞ、ピッコロ。貴様の片付け方がわかりません。やっとな。え？あいつは初めて自分優位の身のために戦おうとしているな。俺の命を捨てて。貴様を倒すには二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。
ブルマ、トランクス、そしてカカロット。お疲れ様。今回も父さん、お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと、なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて、準備ができたら声をかけてください。